昨日23時36分頃福島県沖を震源とする地震により宮城県及び福島県において最大震度6強の強い揺れが発生しましたこの地震に伴い宮城県から福島県の沿岸に津波注意報が 発表さされれてており一部で観測されていまず原子力施設の被害については女川原発は現時点で異常なし福島第一原発及び福島第二原発については状況を確認中との報告を受けております人的被害については確認中でありまた 火災が6件発生しうち2件は鎮圧したとの報告を受けておりますライフラインについては大規模停電については東京電力管内ではまもなくおおむね解消予定と聞いていますが東北電力管内では依然として15万件が停電をしているところです断水が東京都文京区千葉県浦安市 埼玉県草加市、福島県福島市および郡山市で発生通信障害は携帯電話で一部確認中固定電話は被害なしとの報告を受けていますえ、交通機関については新幹線は東北新幹線の白石蔵王駅、福島駅間で脱線が発生しましたがけが人はなし 在来線は JR 東日本の一部で運転見合わせ中でありますが首都圏においては運転再開次第時間が遅れても予定されているダイヤはすべて運行予定であります高速道路は東北道等で通行止めが発生との報告を受けていますまた交通事業者に対しては帰宅困難者対策への協力を要請したところ現在 都内の主要ターミナル駅や仙台駅においては顕著な滞留者は確認されておりません政府としましては先ほどの会見でも申しましたが地震発生直後の総理からの指示を踏まえ人命を第一とし政府一体となって被災者の救命・救助等の災害応急対策に全力で取り組んでいるところです また宮城県および福島県に内閣府調査チームをそれぞれ派遣をいたしましたまた自衛隊海上保安庁警察などがヘリによる情報収集を行っています引き続き被害状況の把握を進め被災自治体と緊密に連携を図りながら警察消防自衛隊海上保安庁を中心に情報収集に努め 被害の状況等に応じて必要な体制の確保等万全な体制を引いてまいります私からは以上でございます共同通信の上田ですあの原子力施設の被害についてお伺いしますあの先ほどの会見では福島第二原発について現時点では異常はないとされていたと思うんですけれども今の会見で確認中となった経緯について何か状況が変わったのか理由をお伺いします 原子力発電所の状況について報告を受けている事項を申し上げます。福島第一原発において、五号機の五号機のタービン建屋の地上2階、えー、事務本館の1階の計3カ所で火災放ち気が発砲したとの報告を受けています。これらはいずれも放射性物質の 管理区域外と聞いていますまた3カ所とも火災や煙の発生といった異常がないことを確認済みであるとの報告を受けています福島第一原発の敷地内に設置されたダストモニターの値については直近では横ばいまたは下降傾向にあるとの報告を受けています福島第二原発についても 放射線量のの異常は確認されてていいいないとの報告を受けています福島第一原発5号機、6号機の使用済み燃料プールの水が一部あふれ地震の揺れなどで水があふれた際に水がたまるようあらかじめ設計されている隙間サージタンクに水がたまっているとの報告を受けています。 現在さらに水があふれるような状況にはなっていないとの報告も受けています使用済み燃料プールについてはさらに状況が変化しているものではないとの報告を受けていますなおこうした状況は昨年の地震で別の発電所でも発生した事象と認識をしています詳細は原子力規制庁にお尋ねをいただきたいと思います福島第二原発については 3号機の使用済み燃料プールの冷却ポンプが一旦停止をしましたが0時22分に復旧済みであることと1号機の燃料プール冷却ポンプが停止をしましたが1時43分に復旧したとの報告を受けていますその他の原発については現時点で異常などの報告は受けていません以上です NHK 被害等の関連でお伺いしますあの先ほどの会見で,です、ね、あの110番通報、119番通報、多数寄せられているということでしたけれども、その件数の規模感としてはどれくらいなのでしょうか、数百件規模に上るものなのでしょうか、また自衛隊の派遣の要請などは来てますでしょうかあの、要請があり次第直ちに対応できるよう準備は進めているという状況なのでしょうか、伺います。 被害状況に関しては先ほど私の方から報告をさせていただいた以上の報告はまた今後、収集をしたいと思います自衛隊の災害派遣等の要請に関してでありますが現在のところ要請があるとは聞いていませんがリエゾンを派遣して準備をしており要請があり次第対応できるよう準備をしているところであります 共同通信の上田です。あの今後の政府の日程についてお伺いします。えー、今後あの政府がですね、再開の対策本部であり、あの関係閣僚会議であり、あの明日以降予定している日程がありましたら、あのお伺いしたいと思います。えー、現在被害状況を確認中であり、その確認の上必要な対応を取ってまいります。 あの今回、夜の発生となりましてあの被害の実態は朝にならないと分からない部分があると思いますけれどもあの朝からの活動方針について伺います、えー、あの先ほど申し上げましたとおり被害状況を確認中であります確認の上必要な対応をとってまいりますよろしく TV、ちなみに関してなんですが、今後の予想であるとか警戒すべきこととかっていうのはどのようにお考えでしょうか。えー、津波に関しては先ほどの前回の会見で申し上げた通りの情報で、それ以降新たな情報についてはありません。時事通信のところです。あの先ほど原発の状況についてあのルール,ルご説明あったと思うんですけれども、現状あの政府の認識としては。 福島第一第二原発は安全上問題はないという理解ででよろしいんでしいょうかあの状況に関しては先ほど申し上げたとおりでありますがあの特にさせしまった状況ではないという認識でございます現地ではです、ね、この新型コロナへの感染が続く中で身を守る行動が求められることになるわけですけれどもあのそうした中で国民に呼びかけたいことがあれば伺います。 あの身の危険を感じていらあの感じていらっしゃる方は躊躇せず避難をしていただきたいと思います。その際感染症対策にも可能な限り限り配慮をいただきたいと思います。よろしいですか。はい。はいます。